どうも、ハヤトと申します。私はハムスターを飼育しているもんなんですが、今日はですね、うちのハムスター広場に新しい遊び場を作りましたので、そいつをね、ちょっくら紹介させていただきたいなと思います。のでね、新しく作った遊び場というのがですね、こちらになります。じゃん！ハヤハム公園バージョン 1.0 でございます。で、これをなんで作ったかっていうと、この辺ね、動画を出していこうと思うんですけれども、こうやってね、ハムスターが散歩している時に登っちゃうってことがありました。でね、やっぱりね、安全に楽しく遊んでもらいたいっていう思いで、ちょっとね、図工してみたんですよ。どうかな？それでまずは足元の確保ということで、ステンのね、棚こんな感じで隙間空いてますんで、こういったコルクを使って、なんか板を買ってきて、板というかね、スポンジなんだけど買ってきて貼っつけました。で、横にはプラダンで壁を作ったっていうね。あとはですね、降りる時も安全に降りられるように、このように滑り台的なやつをね、プラダンで作りました。あとはコルクのね、この切れ端をこんな感じでくっつけて、登ったり降りたりできるボルタリングというかさ、まあ、はしごみたいなもんだよね。こんなもあれば安心かなと思ってつけました。んで、こっちが3つで上級者用、上級者用っていうか、両面テープが切れちゃって、もうこれしょうがねえやって感じなんですよ、本当は。じゃあですね、ことの発端となった、このサンタン君をね、ちょっと散歩させてみたいと思います。彼はね、まあ、僕がちょっと可愛がりすぎているせいで、若干肥満気味なんで、ここを活用して、ガンガンね、遊んでくれると非常に嬉しいなと思うんですけども、気に入ってもらえるといいな。正直ね、この奥のちょっとした隙間は埋めるか埋めないか悩んだんですけど、ハムスターの遊び場っていうことでね、きっとここから登り降りする子もいるだろうからと思って開けてあります。決してね、このコルクのなんだ板をケチってるわけじゃないんですよ。さあ、降りてくれるか。降りてくれました。狙い通りで、ここの隙間なんですけど、じゃあこっから落ちたらでも危ねえじゃんと思うじゃないですか。足が折れちゃったりとかするんで、対策はちゃんとねしてあるんです。じゃあ、中はね、こんな感じで箱が入っていて、ちょっとお前、ちょっとどいて、ちょっとどいてくれ。うん。で、この中にですね、このような綿がね、しこたま詰まってるんですね。見てください、このふわふわのね、状態。これがね、クッションとなるわけですね。それでね、まあ、この綿もね、ちゃんとハムスター用でございまして、で、なんていうのかな、もう入った瞬間、ふわふわして気持ちよく、甘い気持ちになっちゃうと思うんですよね。もうベッドのように眠たくなってしまう。まあ、そんな甘い気持ちに誘う場所ということで、こちらのエリアはですね、アマゾーンというね、甘いゾーンで、アマゾーンという名前にいたしました。はい。いい名前だと思います。まあ、決してね、これ段ボールに書いてあるのとは関係ありません。アマゾーン。さあ、パッチ君もね、このように遊んでくれております。まあ、最初はね、ちょっと慣れずに、なんやここなんやここって感じなんですけれども、だんだんね、遊んでいくと、どのようにこう行動したらいいかっていうのは、彼らも頭結構いいんでね、覚えてくれると思うんで、これからね、とっても楽しい人気スポットになること、間違いなしだと思います。で、ちょっと制作の話になると、結構ね、僕、この養生テープを多用してるんですが、まあね、うまくいかなかった時とか、ハムスターがこう、遊んでくれなかったりとかした時に、またすぐにね、方向転換改善できるように、バージョンアップできるように、そのような目的で、こんな風にね、あんまりがっちりつけないでやっています。という言い訳。バージョンをね、これからどんどんね、1.01 とか 2.0 にしていきたい。さあ、うちのね、主役のお芋くんにも遊ばせていきましょう。お芋くん、このアマゾーンが大好きです。この子最近えらい年取ったなって感じで元気がなくて、あ、もうお迎えが近いのかなと、ちょっと不安になってたんですけど、なんかね、ここ2、3日めちゃくちゃ元気になりました。いいですね。お芋くんがなんかこのハヤハム公園バージョン 1.0 一番楽しんでるような感じがします。そっから出てくるんかい、やっぱり。ってな感じがあるんで、奥の穴は塞がないようにしております。いいですね。お芋くんのこの興奮具合を見ていると、あ、本当にね、こう、作ってよかったなと。まあ、正直言ってね、くっそめんどくさいんですよ。考えて、材料買ってきて、ね、図工なんかさ、そんなに得意じゃないから、まあ、億劫だったんですけど、正直。やる前はね。うん。でもね、こうやって喜んで遊んでくれている姿を見て、本当に作ってよかったなと思います。ハムスターはできるだけ広いところで遊ばした方がいいとか、まあ、そりゃそうなんだけど、みんなね、それぞれの生活があって、100点満点の飼育環境ってのはまあ難しいわけじゃないですか。で、僕もまあ当然そうなんですけど、そんな中でこうやって工夫して、
遊び輪を広げていくっていうのもね、ハムスターとの生活の醍醐味なのかなと今日思ったわけでございます。はい、ということでね、今日も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございました。また次の動画もね、ぜひ見ていただけるとありがたく思います。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。